金ハンギルは、韓国の人物で、作家出身の政治家。父親は、統一社会党党首などを務めた、社会主義運動家の金ン・アキラ。民主党強盗最高委員。民主党代表。新政治民主連合共同代表。建国大学校政治外交学科卒。1978年に、平器時代における、軍隊生活を書いた。 兵隊日記を発表。その後、1981年に、風と白星で、作家デビュー、アメリカで、韓国日報や中央日報の記者として活動。1987年に帰国後、KBS を経て、放送委員会スポークスマンや企画局長や事務総長代理などを務め、MBC でも司会者として活動した。また、 東亜日報にコラムを1年余り掲載したほか、大手新聞2の連載小説、週刊誌や月刊誌に定期コラムを連載するなど小説家、コラムニストとしても活動した。1996年はじめ、新政治国民会議総裁を務めていた近代中の誘いを受けて、政界入り、その年の4月に行われた第15代総選挙で、初当選した。 1997年末の韓国大統領選挙で近代中が勝利した後、青瓦大政策企画主席、文化観光部長官などを歴任。2002年末の大統領選挙では、ロブゲン候補と鄭イ・ム候補の一本化実現に尽力した。2004年4月の第17代総選挙で参戦を果たした後、2006年1月に、 開かれたウリ党の院内代表に就任。2007年2月にウリ党を離党同年6月に中道統合民主党の共同代表となった。同年末に行われた大統領選挙で大統合民主新党の鄭党へ、候補が敗北した責任を取り、翌2008年4月の第18大総選挙には不出馬を選択したが、 2012年4月の第19代総選挙で返り咲きを果たした。民主党合党が与党、セヌリ党に敗北した責任を取って辞任した、半アキラ宿代表の公認を決める指導部選挙に出馬、地域を巡回して行われた大銀投票では、党内主流派である、新路派に反発する広派の支持を受け1位となったが、動員。 市民選挙人団のモバイル投票も含めた指示では、進路派の理解3が0.5%の僅差で1位となり、金ハンギルは最高委員となった。11月1日、党指導部の刷新を求める声明を発表し、最高委員職を辞退した。2013年3月24日、5月4日の全党大会で行われる党代表選挙への出馬を表明。 党員と大議員投票及び一般国民向け世論調査によって行われた選挙の結果、反主流派のリーサオ賞を破って民主党の新代表に選出された2013年8月13日、韓国政府が実行支配している島根県の竹島に上陸し、日本政府が防衛白書で竹島を 日本の領土と明記したことについて、いかなる暴言や歪曲も、独島が韓国の領土であるという事実を変えることはできない。最近の日本の受け入れと軍国主義復活の兆しは、北東アジアの平和と安定を損なう深刻な挑発だなどと批判し、新たな韓日関係の未来が開かれるよう、日本政府の覚醒を促すと述べた。2014年3月2日。 新党結成を推進していた安徹州と共に記者会見を行い、6月に予定されている全国同時地方選挙を前に民主党と新政治連合が統合して新党を結成することを宣言。同月16日に行われた統合新党新政治民主連合の総統発起人大会で結成準備委員会の共同委員長に選出。 同月26日の総統大会で共同代表に選出された。しかし、同年7月の国会議員再補選において同党が15、選挙区中4選挙区での勝利に止まって惨敗した。責任を取る形で7月31日に辞任を表明した。2016年1月、共に民主党を離党、新政治連合を離党した。 安徹州が結成を進める新党に参加することを明らかにした。2016年2月に発足した国民の党では選挙対策委員長に就任した。しかし3月17日、同年4月の第20代総選挙における野党間の選挙協力が失敗に終わった責任を取る形で総選挙への出馬を断念した。 1953年9月17日、日本東京生まれ。ありがとうございます。